ファンタ雑談で1万人近くいるし固定ファンつかんだよね。いやまあでもあいつはおもろいよ、普通に。あいつマジおもろいよ。だって多分トークで出た会話多分あいつめちゃめちゃ拾えるし、声真似も歌もうまいし人気者になるだろ。いやでも俺はもうほんと一言言えるのが、売れる前から友達でした。はいはい、僕はもうそこだ、そこしかない今。それだけ。ファンとのつながり情けない。小物すぎる俺。小物すぎる。俺マジで最近さ、俺も主人公になりたいと思ってるよ人生の。でも俺マジでなんかもう染みついた小物ムーブが俺。ファンタは売れる前から高木のこと同説不足ってディスってました。お前それ言ってねえよ。ファンタはなんかあったんだよな、バロかなんかに呼ばれるとき、高木なんで高木呼ばなかったのみたいな。本当になっちまった。誰もかなわねえ。誰も変わんなくなっちゃったよ。そうだ、印象そうだ、言わせたんだよあれ。ファンタが冗談で言えた時代。でもいいと思うよ俺は。ファンタおもろいし、友達が売れるのはやっぱ嬉しいしな。うん、だからいいんだよ、俺以外が売れるじゃん、バーって売れて、でペギーなんちゃらペギーの企画にスッて行って売名しよう。うん、そのなんだっけ、なんちゃらかんちゃら効果みたいなあるじゃん、あれみたいな感じで会話の途中にありけんって言葉を入れよう。おい高木よお前ありけんって言ってんじゃねえよお前とか、ストシックスのカルビそれリーサルリーサルありけんリーサルリーサルリーサルみたいな感じで、サブリミナルありけんをペギー会の時にずっと言おう。そういえばケン君の今年の抱負聞いてもいいか。脱童貞、4年前から同じ抱負掲げてんだけどね。継続は力なり。5年だって長いって。26、今年27だって。ちなみに何の、で逆に聞くけどさ、逆にエーペックスとかやってさ、モテてるやつらいるだろう。どうやってモテてんのあれは。何が違えんだよ俺と。うわもうスタンミさんとかずるやん、マジずるやんあんなん。俺スタンミさんだったら俺マジでもう毎日散歩する、どうやっつって。もう毎日俺もスタンミさんになりたい。努力上の姿ずるい。本当か、じゃあ俺も努力すればなれるんかてなあ。そうやって努力してないからとか言うけど、じゃあ努力してなれなかった時どうすんだよ。努力しないやつ。なんで意味が分かんない。もうその努力しなくてもモテろよ。もうダメだよ、もう一人努力しだすともうダメなんだよ。一人努力しだすとみんな努力しないといけないってなる。努力してないやつの方が多いんだから、努力してない方がモテるべきだろ。まあ本当に俺は自覚してるよ、自分が最低だって。俺ちなみにネタで言ってるように見えてるけど、俺マジで本当にこうやって思ってるからね。みんな今俺がネタで言ってると思ってるし、俺本当にそう思ってるからね。努力してないやつが怒られるのは、努力してるやつがいるから、そいつらが悪いって俺本当に思ってるからね。努力しない努力って知ってるね。努力なんてさ、別さ、人がさどうこう言うだけじゃんね。じゃあ俺が飯食ってることがさ努力って言ったらさ、それは努力になるよね。ねえ。さすが誰しもみたいな求められてないキャラ選ぶだけある。でも本当にそうだよ、俺はもう本当に昔から自分の直したいところであり誇ってる部分ではある。マジで天の弱。本当にコメント欄で〇〇した方がいいよって言われたら、それにブチギレて他のことをしだすゴミ人間。知ってんだ、でも止まんねえんだ、やめられねえんだ、直そうと思っても直らねえんだ。これが俺の個性なんだって思うようにした。そう思わないとやってられないから。ヒロアカだとヴィラン側。
生きにくい世の中、俺が世界を変えてやる。ほんまやな、ヴィランと同じこと言ってるわ。でもさ、時々思うんだよ、休もうかなって思うんだけど。え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、ちょっと待って、待って聞いてるよ、多分。いや、世の男性マジ細すぎる、わかる、そう細すぎな人は細すぎ、女より太ってくれ、普通に。え、じゃあ細い人と太い人どっちが好き？太い方がいい。あ、そうなんだ。ガリガリかデブだったらおデブちゃんの方がいい。方がいい。なんだ。ガリガリかデブだったらおデブちゃんの方がいい。たらおデブちゃんの方がいい。ガリガリかデブだったらおデブちゃんの方がいい。ガリガリかデブだったらおデブちゃんの方がいい。世界はまだ俺を見捨てていなかった。で、逆にみんなでさ、そのデブの悪いところもあるけどさ、デブのいいところ出してこう。もう世の中を変えてこう、スタンスを。なんか太ってるとチンチンがちっちゃいとか、なんか臭いとか、そういうの全部変えて、逆にいいところを全部やってこう。幸せそう、柔らかい、包容力、愛嬌、非常食、食べ物に困らない、包容力、なんかみんな、なんかそのやめない、その概念みたいなところを褒めるの。なんかもっとさ、なんだろう、閉じ込められた時扉壊してくれそうとか、なんかそういう、もっとなんか、なんかもっと具体的なのが欲しい。肉暖房、待ち合わせスポット、いや、これマジで、おい、これ本当に、おい、この待ち合わせスポットって言ったやつ大正解、マジで、マジで大正解。東京来て誰かと集まるってなって、今どこいるっつって、基本俺が手挙げることになるから、こうやっていたいたって一瞬秒で見つけれるよ、俺のこと。本当に、人蔵にデブ好きの子いたくね。でもなんかもういるらしいよ、彼氏が。もう他のデブがいるらしい。そう、あの子ね、俺も一瞬あの瞬間ね、太ってる人好きですって言ってたけど、え、嘘だろって、マジか、初めての彼女ストグラかまで言ったけど、もういたわ。どうなるんだろうね、デブ戦の人がいてさ、カップルが、で俺がそこにさ浮気相手として行ったらさ、めちゃめちゃおもろい三角関係できん？みんなが想像してる頭の中の三角関係ってさ、男がさ、男で、おい何やってんだよふざけんなよってなるけどさ、どっちもデブなんだぜ男が、クソおもろくない？ボス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 、おい誰だその男は。ああ、ボヨンボヨンボヨン。クソおもろいぞ、多分その修羅場その修羅場超おもろいぞ、多分デブすぎて絶対隠れられないのもポイント高い。早く早くお尻入って、ちょっと入らない入らない、ちょっと布団かぶってて、もこ確かに無理、隠れられないな、太った三角関係ちょっといいな、クソおもろいかもしれない、普通にやってみたいわ。